これから始まるのは食卓を彩る新鮮食材のプレゼンテーションプログラム。番組の後はぜひお近くのナイスへ。旬菜キッチン。この番組はいい暮らし届けたいナイスがお送りします。いやー、今日も楽しみなんだよね。早く来ないかな。こんにちは、宮野さん。あ、風花さん、こんにちは。さあ、早速、本日もゲスト連れてきましたよ。はい、こちらです。宮野さん、こんにちは。こんにちは。こちらはナイスデリカバイヤーの孝太郎さんです。よろしくお願いします。今日は孝太郎さんと一緒にお届けしますよ。はい、それでは早速本日紹介するのはナイスおすすめ清流鶏のチキン南蛮です。清流鶏。孝太郎さんはデリカバイヤーということですが、どんなお仕事なんですか？はい、デリカバイヤーは商品の仕入れのほかメニューの開発も行っています。開発もですか。お惣菜には私もはじめたくさんの人が助けられていると思います。いつもありがとうございます。いえいえ、皆さんに喜んでいただけて何よりです。清流鶏、どんな鶏なんですか？飼料や飲み水に抗生物質や合成抗菌剤を使用せず、また飼料には海藻、木作液、ハーブ、抽出物を加え、鳥たちが健康に育つような飼育をしています。清流鶏のふるさと、岩手県気仙郡住田町は美しい気仙川の源流があり、清流の里とも呼ばれることからこの名前がついたそうですよ。そんな清流鶏の美味しさを存分に味わっていただけるのがこちらのチキン南蛮です。またタルタルソースもこだわっており、玉ねぎやピクルスなどを使用して具沢山になっております。それではいただきます。カラッと揚がっていて、そしてお肉もしっとり柔らかいですね。甘酢あんがかかっていて、それだけでも美味しいですが、さらにタルタルソースが具沢山で本当にボリュームがあって大満足のおかずになりますよ。ナイスおすすめ清流鶏のチキン南蛮。皆さんもぜひお試しください。